ソシオ一番街、ソシオ一番街は、岡山県津山市境町に所在する商店街。かつては、パティオ一番街という名称だった。商店街は、JR 津山駅から北に約 1km の距離にある。隣接する銀天街にかけて、町町約 200m の商店街である。昔は、パティオ一番街という名称だったが取り壊され。 平成7年3月24日に、祖師を一番街としてオープンした。パティオ一番街は、昭和38年4月に設立された。当時の業種構成は、医療、未開品、家具、家電、日用品、食品などがあった。現在は、バッグや靴、メガネを含めた、ファッション、飲食、民芸品、ブーツ具、書籍、文具、銃、生態、子ども学習教室、 貸詞衣装など多くの店がある。また、町づくりの活動拠点として、街中サロン再生があり、多目的なスペースとして利用されている。2017年には、津山町ライブラリー街中サロン再生が開設された。ソシを一番街周辺の地形ソシを一番街は、津山駅から北へ、すぐの今津山市を渡り、左手に見えるある熱山。 天満屋のある熱山東口から鶴仙通りまでのアーケードのことである。周辺商店街としては銀店街と元町商店街がある。これらと共に地域周辺商店街を形成している。パティオは同商店街が昭和59年に建設した。当時は鉄骨一部に1階のべ370平方メートルあり、ステージ付きのフロアや展示場、トイレ、 金融機関の現金自動預け払い機などがあった。パティオは買い物客の休憩、待ち合わせ場所のほか、絵画や写真などの愛好家グループの作品展、商店主らが開くイベントの会場などとして市民に親しまれていた。しかし、再開発事業に伴う周辺の店舗移転などにより、環境が悪化、周辺店舗のガラスが割られるなどの被害があった。 防犯カメラを設置するなどの対策を行ってはいたが、決め手に欠けていた。そのため、同商店街や隣接する銀店街などで進められている中央、外区市街地開発事業に協力し、1996年に再開発組合への売却が決まった。その後、商店街活性化事業として、津山一番街が取り組んでいたアーケードとカラー舗装の改修。 コミュニティホールと駐車場の新設工事が完成した。商店街の愛称は工房により、ソシオ一番街に解消された。ソシオ一番街では、いろいろなイベントが開催されている。2017年の12月には、津山街なりえというイベントがあり、イルミネーションや、三正科大学短期大学部の学生が制作した、キリエフシルエットアート。 地域ならではの食べ物などを楽しむことができた。他にも小さな子供が楽しめるようにキッズダンス教室や紙飛行機作り自衛隊の制服試着体験ができた。ありがとうございます。